すすれのミートナイト TV。 いやーすすれ TV 全国編ということで、本日は長崎県に来てます。長崎県といえばちゃんぽん、カステラ、オランダ人なんか結構あったの、オランダもの。あ、そう、カステラがオランダから来てる。そうなんだ。へえ。ちなみに学ランもオランダから来てる。オランダのラン。長崎県です。いや初めてですね、ここも。もちろん、うん、来た感じどうですか。なんか意外と駅前は路面電車が走ったりして、ちょっとおしゃれですね。出島、マジ出島だ、マジ出島。懐かしいね。なんか結構商店街とかもバーンってでかくあって、露店出店みたいな、角煮まんとかも売ってたりして、なんか割とすごい広々として楽しい。食が多い感じ。あれ死んだ。角まん、角まん、ちゃんと説明して。角煮まんじゅうですね。角煮がほらこんな感じ入ってるんですね。いやうまそうですね。はい、いただきます。でも角煮臭がもうあっくっ、おい、油がすごいよ。油がもううまいね。でもやっぱ甘辛、あ、辛くはないか、甘うま、柔らかい感じの生地なんだ確か。ちょっともうちょっと柔らかい、あっつ。だいぶなんかオランダっぽい街並みのところにね、長崎っぽいね。洒落てますねこれ。でも建物とか可愛いし、レンガ作りみたいな。これはきつい。坂が、これ明日はもう罰ゲームなしやな、これ絶対。絶対捨ててるよこれ。長崎って言えばちゃんぽんですけど、結局地元の人もリンガーハット行くらしいんですよ。なんか昨日聞いたんですけど、ちょっと本場がどうなのかね。ね、本場のリンガーハット作り方は変えてないんでしょ。らしいけど、うん、どうなんすかね。チューチュー。野菜たっぷりじゃん。いただきます。レンゲでかいし、なんかうまい、普通にうまい。野菜のボリュームはもう結構だよ。あった、野菜はうまいわ。 480g 結構たちまし並みにあるよ。だってこれがあるか、国産のクラゲ。確かに肉厚な気しない。確かにね、うまい。すげえなんかもちもちしてそうな麺な気がするけど、うまい。うん、うん、うまい、うまい。ラーメンっぽいけどラーメン、うん、違うんだよね。うん、チョウが一番合うんじゃないかって思うけど、どう？歯茎に刺さって痛い。うん、うん、うん、あ、辛い辛い辛い、胡椒が味は、まあ、やっぱリンガーハットの味ですね。どこのお店で食べても美味しい長崎ちゃんぽんが食べれるっていうのがコンセプトやってると思うんで、まあやっぱ長崎で食べても普通にやっぱ想像した通りのちゃんぽんの味というか、全然悪い意味じゃないですよ。それはいい意味で、そういうことなんですよ。悪い意味じゃないですよ。いや坂道だらけですねこれ。足腰鍛えれるんじゃないですかこれ。ショットガンタッチせんだよねというわけで、先ほど話題にも上がったカステラ買ってきました。お土産です、こちら。どうぞ。おい、西風堂というお店のカステラ、チーズカステラとザボンカステラ、そして長崎カステラ、これはまあ一番デフォのやつですね。まあ、チーズカステラはちょっとチーズケーキというか、ザボンはなんか柑橘系の味、これもちょっと試食してうまかった。切れ端みたいなのですね。これは僕がちょっと試食用ということで食べてみたいと思います。いやいや、しかもやっぱ今回はもうバッチリ準備してありますから。いや、カステラこそやからね。カステラこそもう牛乳だから。じゃあ早速カステラいただいちゃいましょう。いやもう隙がないよ。もうどっから食べたらいいんですか。ガブッといっちゃってくださいよ。うん、計り知れないうまさが
ザラメがまたこの本当にうまそうやわ。夢の組み合わせだよ、もう天才。というわけで、こちら本日のお土産をカステラ欲しい方はもちろんメインチャンネル、そしてサブチャンネル登録して、いつも通りコメントなんかカステラ欲しいなとか美味しそうだなとかコメントいただければなと思います。明日熊本ですね。熊本か。ベアーブック、また次回。